3連敗、逆襲の6月。さあ、行こうかわらわら。ちょっとだけ弱いな。3連敗してて草。先発見殺し打線に戻ってんよ。いつも通り、今年4連勝したからもういいだろ。今日の隅田に勝ちをつけてあげる。お人よしクソ打線。ドラフトでくじ外した投手にやられる。よくある展開。情けない野手。北塚はいそうやな。1点取れて以来。この3連敗はすべて内山が悪い。はぁ、どうしたもんやろねえ。逆襲の6月、わら。3連勝で、ちょっといけるかとか思ったやつわらわら。ピッチャーかわいそう、長岡くんもかわいそう。初回に追加点取れなかった時のいつもの展開すぎた。村上、投手がもっと失点して、点差開けば打っていた。投手が悪い。交流戦5割なら大成功だけど、ピーターズの日は勝たないと。こっから12連敗しないくらいに負けてから、また勝った後からまた連敗が始まる。逆襲の6月とか言うから、明日も負けか。ベンチはほんま何考えてるんやろな。やる気もないんか。相手は送りバント上手くて羨ましい。ここまでヤクルトの打撃を腐らせたヤクルト打撃コーチ陣はほんまにすごいベテランしか打てん。12連敗の後、ちょっと連勝挟んで、また大連敗これ、完全に弱いチームです。